石抱き。昔あるところに一人の侍がいました。ある夜のこと、人気のない林の中を歩いていると、きれいな女が赤ん坊を抱いて立っていました。はあ、よしよし、よしよし。ほにゃー、ほにゃー。夜更けにこんなところで母と子がどうしたのだろう。ほにゃー。そう思いながら通り過ぎると、お侍様、ちょっとお待ちください。と呼び止められ、侍は後ろを振り返りました。私は用を足したいのですが、この子を少しの間抱いていてくれませんか。よし、それなら抱いていてやろう。侍が赤ん坊を受け取ると、女はそろそろと林の中へ入っていきました。赤ん坊は侍に抱かれるとにっこり笑いました。そのかわいらしいこと。おお、いい子だいい子だ、泣くではないぞ、よしよし。侍は一生懸命赤ん坊をあやしながら女を待ちました。そろそろお前のかかさも戻るだろう。ところが女はなかなか姿を見せません。はて、どうしたのだろう。そう思った時、赤ん坊が急に重くなりました。見ると、さっきまでにっこり笑っていた赤ん坊が今は少しも笑っていません。また赤ん坊はずっしりと重くなりました。よーく見ると、赤ん坊は大きな石でした。あの女、今に出てきたらただではおかぬ。侍が女を待ち構えていると、そこへ女がそろそろと林から出てきて、ありがとうございました。と、すました顔で礼を言います。侍はカンカンに怒って、お前は何者だと言うと、女は笑い出しました。林の者め、成敗してくれる。侍は刀を抜き、女に切りかかりました。ところが切っても切っても女は倒れません。侍はとうとうヘトヘトになり、動けなくなってしまいました。その時、かけかっこと鶏が鳴きました。すると女はスーッと消えてしまいました。ところがそれからしばらくたっても朝日は昇ってきません。一番鳥が鳴いたというのに夜が明けぬのはなぜだ。やがてようやく空が白み始め、辺りの様子が見えてくると、女がいたところに傷だらけの大きな木が立っていました。侍はこの木に向かって切りつけていたのでした。ふと手元を見ると、侍の刀のつばには見事な鶏の模様があります。そうか、拙者を助けてくれたのはこの鶏だったのだな。侍は刀のつばに守られたのだというお話。